なんかね、自分が、まあ、悩んでて、なんかどっかで分かってる時って、本当に答え出ない時は別に相談していいと思うんですけど、でもなんかどっかで分かってることって多いじゃないですか。で、自分では、こう、自分ではこうみたいな。で、悩み相談して、これはこうじゃないと言われて、いや、でもね、でもこうと思うんだよとか言っちゃうぐらいだったら、もう相談しない方がマシだよね。その人のことを受け入れる気がないで、受け入れる気もなく最初から相談してるわけだから、だったらもう自分でやっちゃった方がいいし、その人の時間とか奪っちゃうだけだから。そうそう、周りが、ま、自分でやった方がいいと思いますよ、本当に。周りの人のね、力もあって助けてもらえることもあるけど、でも例えば、それを自分の、何?それを相手に委ねすぎたりとかしたらあんまり良くないよね。